どい匂い。これって考えたくもない。なんてこと。やるわよ。
主電源を入れるだけ。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。ビルの場所は分かると思う。本当か？やるね、相棒。さすがだな。誰が相棒よ。起動してから行く。指令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。
行き先はフォックスパーク駅。設定できるか。私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートを入力してください。レッドストーンからフォックスパークまで行くのよね。指定のルートが見つかりません。再設定してください。レッドストーンからフォックスパークまで行くのよね。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ、運行ルートを設定した。いいぞ、ジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。この機械、何かをはめれば動きそうだけど、何をはめるんだろう。
上出来だスーパーコップ。恐れ入った。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に3、40分かかるが。ニコライ。状況は？町は化け物で溢れてる。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな。みんな気が立ってるんだ。おい、マジかよ。またやつか。目当ては私よ。私が引きつける。おい、待て。ナチュル野郎、さあ来なさい、ストーカー野郎。さあ、ここよ、かかってきなさい。出口を探さないと。この辺りの地図か。助かるわ。今の鳴き声は？
なの？この生き物。足元が折れてね。